パンチでデート、パンチでデート、パンチでデートは、1973年10月7日から1984年3月24日まで、関西テレビで放送されていた視聴者参加型の、恋愛バラエティ番組である。その後も1984年4月7日から1985年3月30日まで、新、パンチでデートと題して放送されていた。朝日放送。 ラブアタック。プロポーズ大作戦とともに関西キー局制作の恋愛物バラエティ5三夜の一つ。もともとは1972年10月に関西テレビ、深夜のローカル番組、ナイトパンチ木曜日版の一コーナーとしてスタートしたもので、若者風俗をうまく取り込んだことから人気が上昇し、翌年10月に30分のローカル番組として独立。 さらに一年後の九百七十四年十月六日には、フジテレビ系全国ネット番組に昇格し、フジテレビなどでも放送されるようになった。司会は、落語家のカツラ・サ後の六大カツラ・フと漫才師の西川・清ヨが、務めていた。オープニングでは、三氏と清ヨが漫才を披露した後、一目会ったその日から、恋の花咲くこともある、見知らぬあなたと、見知らぬ高尾、 あなた、初期には見知らぬ君にデートを取り持つ、パンチでデート、と番組のキャッチフレーズを叫んでいた。これはエンディングでも叫ばれていた。ローテーションは、清三氏清三氏清志、三氏、岸の順。三氏と清は番組テーマ曲を歌ったこともある。いずれも日本標準時以下は制作局での放送日時を記載。舞台の左の袖から女性が、 右の袖から男性が登場し、中央の椅子に座る。この時、三子と清が、こちら、久々のという漢字と男女双方の第一印象を伝える。二人の間はカーテンで仕切られていて、互いの姿を見ることはできない。男性側に清が、女性側に三草が、海添人としてつく。それぞれに、仕事や趣味、理想の異性像、タレントなどをインタビューし、 声の調子や会場の反応を絡め、姿の見えない相手のイメージを膨らませていく。好きなタレントを質問した後、三氏と清がカーテンの中央にある覗き穴越しに相手方を見ながら、誰々、タレントの名前というよりも、何々という感じと寸評する。三氏が首を傾けながら放つ、およよや、グー、アリー、などのギャグは流行語にもなった。その上で、 サエ時吉の、せーの、ご対面。の掛け声で、カーテンが上がり、両者が対面。その後は1、2分間、二人だけで会話する。客席に向き戻った二人が、それぞれスイッチを持って背後に回す。目をつぶって、上を向いて、スイッチオン。気に入った、交際したいのなら、スイッチオンし、そうでないのなら、ノータッチ。その結果は、 背後の大きなハート型の電光掲示板の点滅で判明する。ハートの左半分が女性の意思表示で右側が男性。ハート全体が点滅すれば見合いは成功ということになる。テーマ曲や BGM は大半がエレクトーンで生演奏されていた。初代と二代目の第一期、1977年9月まではどちらかが拒絶した。 点滅しなかった場合、ランプはまっすぐに裂けていた。二代目の第二期から1977年10月以降、ジグザグ状に裂けるようになる。仕切りのカーテンは二代目までは巻き取り式で、ご対面の時、舞台裏に隠れているスタッフが引っ張っていた。三代目は電動式で、覗き穴はなかった。2代目以降、スイッチオン時には舞台が安定し、 双方に、スポットライトが当たる演出が行われた。三代目では、スイッチは、椅子の後ろにビニールテープで固定されていた。1976年から1984年に、かけて、1982年は除く、毎年正月に1時間のスペシャルが放送された。タレント同士が、奇妙な声で見合いする。このため、タレントは、ボイスチェンジャーに接続されたのハンドマイクを、 持っている、規制でデート、奇抜な紛争で見合いする、変装でデート、父親がタレントという子息、子女同士が見合いする、ちびっこでデート、お見合い成功したカップルから五六組を招いて、その後の相性を探る、パンチ同窓会などで構成された。1985年3月30日に番組は終了。ナイトパンチ時代を含めて十二年半の歴史に幕を下ろした。 この間、結婚に至ったカップルは番組スタッフが確認した限りで4組いた。1987年、フジテレビのスペシャル番組、僕ら冒険王で復刻された。司会は山田邦子と渡辺徹。男性側はマグマ大使、女性側は沢口安子、映画、竹取物語の宣伝も兼ねてが出演。マグマ大使は、 好きなタレントに沢口と答え、カップル誕生。1990年 TBS いきなりクライマックスの1コーナーいきなり復刻版で2度放送された。この時にはちびっこ版で1回目は両者とも興味なし点滅せず2回目は女の子の方のみが点滅した。番組終了から10年後の1995年特別番組 帰ってきたパンチでデートが関西ローカルで放送された一部系列局でも番組販売で放送。2013年12月22日に祝。芸能生活50周年西川清が仕掛け人。大目玉覚悟の初ドッキリ復活。パンチでデートスペシャル内の企画として復活。公開収録の内容を二部構成で放送した。ちなみに、 第一部では、今田孝二と、浅田舞。第二部では、小坂井翔太と、宇都宮薪が出演し、いずれも対面後にハートマークが点灯した。オープニングでのタイトルコールでは、清が、一目会ったその日からというフレーズを述べ始めたにも、かかわらず、現在の、桂文恵名義で登場した三氏が、続きのフレーズを失念した谷コールをやり直すという、ハプニングがあった。原則として、 毎月2回、大阪市内にあるサブホール、後のリサイタルホールに、一般観覧客を招いて、2週分の収録を、行った。サブホール型工業やメンテナンスで使用できない場合は、近畿地方の他の公開堂を使用していた。1984年4月7日、放送分からは、西天馬にあった、関西テレビのスタジオを使用した。また、年に3回は、地方で、 公開収録を行っていた。ハワイやグアム、サイパン、香港など外国人や現地の日系人が出場した海外ロケ版も制作された。一目あったその日から CW パンチ体操を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。